ませ。店のメニュー全部覚えてるらしいです。週1できます。店長が同級生で、地元の天真爛漫は、あの豚しそ巻きってあの串ですね。なんかそのアットホームな店にしたいんで、なんかここに寄って一人でも一人のお客さんでも何て言うんですか、一人でも寄ってこれるような店したいなと思ってですね、ここで始めました。そうですね、やっぱり、まあ、ご飯作るのも好きっていうのもありましたし、いろんな人とあの話がするのが好きなんで。カメラ緊張しないですか？え、します。なんかちょっと慣れてるよね。いやなんか取材とかあったりする？取材とか初めてです。動画系が初めてで。あ、そうなんですか。あの写真とかならモデルやってたことあるんですけど。そうなんですか。いやでも動画は本当に緊張します。あれ、なんかお母さんに勝手に応募されて、そう、幼少期になんか雑誌のモデルみたいな。インスタグラムフォローとタグ付けとかストーリー投稿したらポテト一皿かテキーラ一杯。そうですね、やっぱ学生さんなんでテキーラも
結構さん向けに。なんか研修なんですよ。スナック貼っとるやつなんか。背中にだいぶ背負ったんやつ。ああそうそう。ああ確かに。そうだから面白いことしてくれるんだろ。いやちょっと。無茶ぶりダメっすよ。はい。店長が同級生で、地元の。それで、お世話になっております。どうぞこう。メカ丸の後。後ろで聞いとったよ、お世話になっております。唐揚げと明太チーズ。どっかでなんか料理学んだとかあるんですか？ないです。お母さんから聞いた。お母さんからも教えてもらったことないんですよ。もう自己流。クールな感じですね。いや、なんか緊張して緊張して。いつもこんな感じではないみたいな。
てもどんな感じやって。なんかめっちゃ無言でさ、ひたすら焼くっていう。まあでも忙しい時はひたすら焼く。まあまあ。最初火とか怖くなかった。怖かったです。もう油の火とかもめっちゃ散るから、もういちいち熱々になってて。ですもんね。油飛んでね、なんか焼け傷したらちょっとあれですけど。もう無心でね、やってる。もう慣れましたね。慣れ染めみたいな。それも分かるわ。あれやべえしわ。俺だってあの時は14名知っとったっけ。今は起きてるのに、ユーが寝とってて、携帯切って、ユーが全然知らない。3分の1がいるから、あれやべえな。なんかちょうど切ってるから、お願いします。Awesome.
の時間じゃないよ、意外に意外に、あしかも、まあ、計画性とかなかったんで、何もだって、何もさんだけ見に行こうっていう、もう目的一つ、しかも、もうめっちゃ休憩になってた、でも思ったほど出なかったです店のメニュー全部覚えてるらしいです週1で来ます。タレよな、タレかな、タレ、
い。じゃあ同級生ってことは学校が一緒だったの？そうです、中学校は一緒でした。そういう時代もう大ヤンキー。いやいや、よう言うわ。一番ヤンキーしとった、めちゃめちゃ真面目。変わらんやん。変わらんかな。これ大丈夫です。でも前ナンパされような。誰に？なんかカウンターされようだよ。結構しょっちゅうあるけど、ちょっとわからん。まあ、しょっちゅうあるかもしれない。あ、その、口説きに来る人もいるんですか？まあ、本気じゃないですよ。多分遊び、お酒も入っとるし、なんか遊びで、まあ、連絡先教えてとか言われたりとか、手紙ももらったことあります。手紙まで毎日来てくれたんよ。で、なんか、最終日に渡されて、で、まあ、仕事頑張ることできました、みたいな。エルナさんの笑顔のおかげで、みたいな。それは素敵やな。いい手紙だな。素敵、そう。久しぶりに一目惚れしました、みたいな。でも、連絡先も何も書いてないんよ。かっこいいな。だから、それが、そう、それがかっこいい。本当に素敵。それが、それ以来来てないの？いや、来てないです。そう、だから、岡山来た時はまた寄ります、みたいな書いとったけど、多分なかなか来ることないんで。
も合わないかもしれないです。なんかそれで電話番号とか最後書いとったらな。そうそうそう。店辞めようかなと思ったことある。なんかそれまあうわーってなんか忙しくなったりとかいろんな、はい、ね、なんかお客さん来ないなとか。ああ、なんかまあやっぱ暇すぎる時期ってあったんで、あの私が入りたての時はやっぱ暇すぎたから、もうどうしようこれからみたいな、どうやってお客さん呼ぼうって思ってなんか不安になった時期はありましたけど。今大丈夫ですか？今はまあ良好な方だと思います。まあ、一番人気でもあるんですけど、の鶏の唐揚げがおすすめです。これあの自家製ダレに結構漬け込んで、ちょっと待ってください。はいですあの自家製ダレに漬け込んでるので結構味が濃いんですけど、お酒にはとても合います。お茶漬けが人気ですね。このだしに結構こだわってて、かつおだしベースで作ってるんですけど、このだしにこだわってるんで、毎月10日に常吉祭というイベントをやってまして、まあ、いつもご利用してくださるお客さんに感謝の気持ちを込めて、飲み放題90分、通常980円なんですけど、10日この日に限り、580円でやってます。常飯は前の店長が考えて、もうそれを教えていただきました。なんかその自分がその店長になってから、はい、取ってきたメニューとかあったりしますか？私が店長になってできたメニューはあのあれです、だし巻きの明太チーズとか。やっぱ女性は明太子とチーズ大好きなんで。でも今だし巻きの中ではそれが一番人気ですね。今あの1時に終わるじゃないですか。はい。まあいろいろまあ帰りの作業とかまあしてなると家に着いて寝るまで結構遅いですか？そうですね。もう寝るの多分5時とか6時とかになりますね。ブロックの。いやこれ本場なんだけど、俺も見てるし、そうだね。しかもなんだよ、まあ、今なんか吉田志摩の直美君だった。直美君そこがグッチーとかこのプレザーさ、あの蓋の上でほぐっとったら俺とこうだね。やっぱ、まあ、大学生が多い地域になるので、まあ、そうですね、みんなで盛り上がっていければなと思ってます。でもアットホームなお店を目指してて、お客さんとも結構会話しながらやっていきたいなと思ってます。はい、今日はありがとうございました。